みなたびチャンネル。はい、どうもこんにちは、みなこです。今日は車中泊の車内からお送りしてます。で、私毎日 YouTube に旅動画をアップしてるんですけど、実は機材に全然お金をかけていません。撮ってるのはこの iPhone、 これはちょっと予備の古い iPhone なんですけど、 iPhone だけです。で、マイクは iPhone のこのイヤホンマイク、純正のやつを使ってます。で、これに至った経緯なんですけど、私も最初旅に出る前は GoPro とかいうちょっといいカメラを買おうかなと悩んでたんですけど、お金をかけずにやっていこうっていうことで思っていて、私の大好きなメンタリストの DAIGO さんとかも iPhone1 本で動画を上げているっていう風に聞いてたので、私もまあそれを習って iPhone でちょっとしばらくやってみようっていう感じでやってて、最初は何も使わずにそのまま iPhone で外でこう自撮り棒で撮ってたんですけど、そうすると結構風の音がいっぱい入っちゃうんですよね。で、あんまりひどい時は編集でノイズカットみたいなのをしてもらったりはしてたんですけど、それでもやっぱ音が悪くなっちゃうので、どうしようかなっていうふうに考えていて、で、YouTube でお手製の風防をつけてマイクをマイクを使うみたいなのを見たので、それを真似してこの iPhone のこのイヤホンってこう通話するとき用にここにマイクがついてるんですよね。で、これにこの自作の風防をつけました。で、こういう風にして、これで今は撮ってます。これがものすごい優秀で、ちょっと まずちょっと、外で実験動画を撮ったので見てください。これです。はい、では強風実験です。今この、お手製風防がついたマイクで撮ってます。ここだいぶ風が強い青森の先端、タッピー岬の近くなんですけど、多分ね、そんな風の音入ってないと思うんですよね。こう角度によって音が入ったり入らなかったりすると思うんですけど、で、今ちょっとこのマイクを外してみようと思います。はい、外しました。どうだろう。どうでしょうか。で、いつもこれをここにこうやって入れて、こういう感じで撮るように、外で撮るときはこれで撮るようにしてます。これでこれだけでね、風の音がね全然入らなくなるので。おう、はい、どうでした。どうでしょうか。すっごいこれだけですっごい風の音がカットされて、声がよく聞こえるようになるんですよね。私もちょっと試しにっていう感じでやってみたら、ものすごい優秀だったのでびっくりしました。で、ちょっとこれの作り方なんですけど、スポンジ、いらないスポンジ、これこれね、献血行った時にもらったスポンジなんですけど、この片方の耳をちぎってで、ここを薄く四角く切り取って、このスポンジ、食器のスポンジ、何でも多分柔らかいのだったらいいと思うんですけど、このスポンジを折り紙っていうのかな、長方形に
薄く切り取って、でそれをこう巻きつけて、でここを縫いました。普通の糸で見えるかな、チクチクって縫って、それだけです。それでここにこうやってはまるようにしてあります。でこれを入れただけで、あの風の音が全然入らなくなるので、外であの撮影するときはもう必ずこれをつけるようにしています。私旅に出る前に、なんだっけ、セミナーとか、私がセミナーとかやるんですけど、その時に動画を撮るのに使おうと思って、あのワイヤレスのピンマイク、スマホで使えるっていう、スマホで録画できる、録音、スマホで録音できるっていうピンマイクを Amazon で買って使ってみたんですけど、それが全然録音ができなくって、私の使い方が悪いのかちょっとわからないんですけど、不良品だったのか。でもそれでちょっと懲りて、だからその新しいのを買う前にちょっと試しにやってみようっていう感じでやったら、これがものすごい良かったので、お金かからないし、ものおすすめです。ぜひあの外で動画を撮りたいと思っている人、これからやりたいって思っている人、お金をかけずにやりたいって思っている人には、絶対これを試してもらいたいです必要ないです、いい機材は。というわけで、今日はこの私が使っている風防の紹介をさせていただきました。外で動画を撮る方はぜひ試してみてください。ではまたねー。